恩智光志郎7月2日から1955年6月3日は東京府南豊島郡淀橋町出身の版画家、装丁家、写真家、詩人。長女は児童文学翻訳家の恩智美穂子。創作版画の先駆者の一人であり、日本の中小絵画の創始者とされている。前衛的な表現を用いて日本において版画というジャンルを芸術として認知させるに至った。 功績は高く評価されている。木版画、装丁、写真など様々な分野で活躍した。版画においては、中小絵画の創始者であるワシリー・カンディンスキーらの影響を受け、日本における最初期の中小版画作品を制作している。大正期には、具象、非具象とはず数々の版画の名作を生み出したが、第二次世界大戦後はもっぱら中小版画に傾倒し、はや、 紐、木片などを用いる手法も編み出した。1955年に死去する直前まで創作活動を続け、日本における抽象画の先駆者として前衛性が高く評価されている。想定家としての活動は、版画家としての活動よりも早い。収入を得る手段として、想定の道を歩み始め、竹久夢寿や北原白州に評価されて、大正期末から、 昭和初期にかけて地位を確立した。戦後は新しい版画技術を導入して新たな道を切り開き、1955年までの45年間に自動書、学術書、写真集、百科事典など幅広い分野で600点の想定を手掛けている。写真においてはアマチュアであったが、前衛的な表現手法を好んで用い、フォトグラムやフォトモンタージュの作品、 ロシア構成主義的な作品集、飛行観能、新植物主義的な植物の写真を多く掲載した作品集、博物詩などを発表している。校舎の二つの作品集については、自身の詩やハンガーとの組み合わせで、独自の世界を形作っている。父の恩地鉄は、東京地方裁判所検事で、後区内省式部職となる。母は、京都出身で、和田ちの二番目の妻である。 1891年7月2日、孔志郎は、恩知家の第五子四、男として、東京府南都島郡淀ドバ市長に生まれた。東京市立万長人上小学校を卒業した後、父親の希望した医者になるべく、ドイツ学協会学校中等部に進学したが、卒業後の1909年には、第一高等学校入試に失敗し、その翌年の1910年には父親に背いて、 東京美術学校予備課西洋画科手眼に入学。同時期には、白馬会原町洋画研究所に通い始め、池内三郎、田中京吉、藤森静夫などと出会った。1911年には、東京美術学校予備課彫刻科祖造部志望に入学し、6月には、竹久夢寺らと共に、都会スケッチを観光。7月には現在確認できる音痴の、 初めての想定本である西川幸次郎の悪人研究が刊行され、さらには竹久の主催雑誌、桜作国次郎風の巻に絵と詩を発表した。1912年には東京美術学校予備課西洋画家志望に再入学し、少年会、密室などに油彩画やペン画など様々な作品を発表した。1914年1月には音家に寄宿していた。 女子美術学校の学生と婚約。同年3月、日比谷美術館で開催された、紀版画展で、ワシリー・カンディンスキーらドイツ表現主義作家の抽象版画に深く共鳴し、この頃に、版画の創作を始めたと思われる。春から夏にかけて、田中、藤森と共に、同忍し、月絵を6週まで発行し、9月には、落葉堂から、自画自国の紀版画とかの雑誌。 月影が観行。この頃から北原白州や室生再生や萩原、作太郎との交友が始まり、月影は7州に達した。恩地は16歳の時に三兄を、19歳の時に妹と受刑を亡くしているが、24歳だった1915年に、親友の田中の死を経験し、生の苦悩や歓喜を表現した作品を多数生み出した。1915年には、 日本の近代絵画最初期の中小作品といわれる序章シリーズを発表し、1916年には2年の婚約期間を経て結婚。1917年には、萩原の第一詩集、ガツに吠えるの想定を担当した。1918年には、山本かなえ、小田和らの日本創作版画協会発起に協力し、1919年1月の展覧会開催に尽力した。 1920年には、ウイゴとなる、オンチクニオが誕生し、翌1921年には、第二子が誕生。この時期には、具象的な油彩作品も制作された。1927年には、帝国美術院展が、版画の樹里を初めて認め、同年に、養女翼子が初入生を果たした。1929年には、平塚運一や川上進を、 藤森と共に創作版画クラブを設立し、新東京百景創作版画の販布が開始されている。1931年には、日本創作版画協会や洋風版画協会の面々が結集して、日本版画協会が結成され、恩地はその常任委員に就任しているほか、1936年には国画会版画部の会員に推挙された。1939年には、 関野純一郎や山口源と共に、版画の研究会である、一機会を開き、守る道春、和歌山八十氏などの更新の指導に当たった。海外で開催された日本の版画展に目を向けると、1934年には、パリの装飾芸術美術館で開催された日本現代版画とその源流展に7点を出品し、1936年には、 ジュネーブ市博物館で開催された日本の古版画と日本現代版画展1 0点を出品している。また、同年7月にはサンフランシスコ市立デヤング記念美術館で行われた日本現代版画展に複数作品を出品し、翌年までにオンチの作品はロサンゼルス、シカゴ、フィラデルフィア、ニューヨーク、ロンドン、リヨン、ワルシャワ、ベルリンを巡回した。 戦時中も制作の手を休めなかったが、戦後は中小版画に傾倒し、イマージュ、アレゴリー、ホルムなどのシリーズが同時進行的に制作された。これらの中小作品は日本人より先に日本に駐留するアメリカ人に評価され、多数の作品がアメリカに持ち帰られた。百五十三年六月には国際版画協会が創立され、音痴は 初代理事長に選ばれた。同じ頃には、岡本太郎や村井正成、植村高千代と共に、国際アートクラブ、日本支部を発足させている。1955年4月頃に、心身の不調を訴え、東京大学医学部附属病院に入院するが、5月に退院して、自宅療養を続けた。6月3日に死去し、品川区上大崎の高吉院に葬られた。 去年64、法名は、勝野院新誉猫順子寺。恩痴が、想定家としての名声を高めるのに貢献した、北原白秋の他に、数々の著名人と、交友関係があった。室生再生は、モダンアートに批判的な意見を持っていたが、新聞連載小説の差し担当に、恩痴を5度も指名し、交友関係は長く続いた。 恩知は1943年に表頭の著者を制作しているが、室生も午後で恩知夫妻について触れている。表頭の著者、ありがとうございます。